聴ありがとうございます。ニコルです。今日の動画は10日前に配信したアカメカブトトカゲの卵のその後についてです。結果からお伝えすると、残念ながら無精卵でした。現在の卵の様子や今年生まれたレオパの有精卵との違いについても最後まとめていますので、よかったら最後までご覧ください。はい、こちらが現在のアカメカブトトカゲの卵の様子です。見ていただいたら分かるように、卵がどんどんしぼんでしまい、白カビが生えてしまっているような状況です。このような状況になると有精卵ではないということが明確に分かりますので、今回は残念ながらアカメカブトトカゲの赤ちゃんは拝めないという結果になります。アカメカブトトカゲは何回かに分けて産卵するということだったので、次回に期待したいと思います。ちなみにキャンドリングをして確認はしていましたが、卵の発生を確認することはできませんでした。レオパの有精卵を確認した時には、画像のようにはっきりと血管が成長していく姿が見られたので、次回のアカメカブトトカゲの卵も同じような成長を期待したいと思います。いかがだったでしょうか。今回はアカメカブトトカゲの卵のその後について報告動画とさせていただきました。次回もまた産卵を確認できた際には報告をさせていただきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。